けんなって。お前、やけになってるだけじゃねえか。うるせえ。他に手はねえんだ。このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろ桐生。錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。おめえ舐めたこと言ってんじゃねえぞ。あ？俺の言うことが聞けねえのか。ああ桐生。ええ、たとえ風間のおやっさんが止めたとしても俺は行きます。